吹奏楽くじで弾いた楽器の文字から始まる食材でトーストを作ろう。もはや料理動画。さあ、楽器の文字から始まるシリーズ第2弾はですね、トーストを作っていこうと思います。前回はバスクラリネットを弾いて、バスクラリネツ等から始まる食材で昼食をとったんですけれども、今回は昼食をとるのではなくて食材を決めていこうと思います。それこそね、バスクラリネットを弾いたとしたら、バから始まる食材、スから始まる食材みたいな感じで8種類集めて、最終的に食パンの上にその食材を置いてトーストするっていう感じですね。なんか笑いとか本当に必要ないと思いますね。本当に合う食材をどれだけ買ってくるかなと思うので、まずはこのくじ運にかかっていますね。今多分このくじの中に入っている楽器出ていると思うんですけれども、これらの中の1個だけ弾いていきたいと思います。濁点半濁点をつけたり取ったりするのはなし。そして運に関しては、その食材の中に運が入っていれば OK ですね。言ってしまえばラッキー文字なんで、できれば運ついてるやつ弾けたらいいななんて思っております。さあ行きましょう。これにしようかな。でん、弾きました。さあ、私が今日作るトーストの具材、あ、少ない、めっちゃ少ないんだけど。ホルンだって、こうは探せばあるだろうけど、ルーがないな。で、ん、んはラッキー文字なんだけど、ルーか。いや、難しくねえかな。食材多すぎても食パンの上に乗っかんないから、まあ、ちょうどいいとは思うんですけど、とりあえず「ほ」から始まる食材、「ル」から始まる食材、そして「ん」が入っている食材3つ買っていきたいと思います。さあ、買い物から帰ってまいりました。ほ、る、ん、3つの食材買ってきたんですけれども、難しかったね。まずほうですね。パッと思いついたのはホッケ、魚なんですけれども、ちょっとそれだとあれかなと思ったんで、これ買ってきました。1品目はホタテですね。一応ね、商品名は生むきホタテになってるんですけど、まあ、そこはね、あんまり細かく見ないで、ホタテということにしました。とで、ルが全然ない。ルッコラとルマンドしか思いつかなかったんですけど、考えに考え抜いてですね、こんなものを見つけました。じゃじゃん、ルー。カレールーじゃねって思う人もいると思うんですけれども、ルーでちょっと今回はね使いたいと思います。で、最後んなんですよね。逆にんはたくさんありすぎてどうしようかなって悩んだんですけど、まあ無難にウインナーのんですね、こちら、買ってまいりました。はい、ホールンの食材ですね。こちらを使って今からトーストを作っていきます。で、なんでキッチンにいるのかっていう話なんですけど、ある程度の調理は必要かなと思って、ルーをねゴロッとそのままトーストにするわけにはいかないんで、溶かしてからだとか、ある程度ホタテとかウインナーとか火を通してからじゃないといけないかなって思ったんで、まずその作業をやっていこうと思います。これだけで普通に食いたいわ。で、今回ね調味料も使えないんですよ。あくまでもその楽器の名前の頭文字から始まる食材なんで、塩とか使うんであれば塩をね引かないといけないんですから、これ非常にシビアなねルールなんですよ。ついにルー投入。ほら、パッとプルッペッペッチー。で、このタイミングでもホタテも入れちゃっていいかな。だんだん自分が何作っているのか分からなくなってくるわ。ご覧ください、だんだん海鮮カレーの匂いがしてきましたよ。美味しそうですね。で、これを食パンの上にこう乗っけてね、焼いて食べるという感じになるんですけれども、どうなることやら。うい、こういう感じで、どうなんだろう、焼きカレーみたいな、まあ、イメージにはなるのかな。よいしょー、うわ怖いな、ちょっと、まあ、こんな感じでしょうかね。これだけで食ってもいい気がしますけれどもね、今からこれを焼いていく。完成しました。ホルントーストでございます。なんかトーストする前と後とであんまりね変わらないような気もしますけれどもね。果たしてどんな味がするんでしょうか。匂いはね、こうカレーとホタテが混ざったような、あ、でもちょっとウインナーも入ってるかな。もしかしたら匂いが喧嘩してるかもしれない。さあ、お味はいかほどでしょうか。いただきたいと思います。ちょっと怖い。なんかね、ホタテの味がほとんどしないんですよ。匂いと食感だけが残っていて、
味はほとんどカレーなんですよね。ウィンナーは普通に美味しいんだよね。結論ね、美味しくもなければまずくもない。ただ下準備したりルーを作ったりっていう時間をかけてまで作るトーストではない。いやこれ食材ミスだったかな。ホタテとウィンナー結構主張強いからね。まあこればっかりはくじで決まったもんですからしょうがないですよ。まず自分が何の楽器を弾くかもわからんし、この弾いた楽器の名前から始まる食材を見つけるところからもね結構大変だったりするから、2回にわたってねターニングポイントっていうのはね存在すると思いますね。まあトーストに限らずね、他のこうピザとかでもいいですし、ラーメンとかでもいいですし、ほんと何でもできると思うんで、今後もねどんどん挑戦していきたいと思います。いつかみんながあっと驚く発明をねできたらななんて考えております。はい、ということで本日はくじで引いた楽器から始まる名前の食材でトーストを作ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。